はい、どうも皆さんこんにちは、野永井です。今回は時間がないのでコナン君ルックじゃないですけど、これでいっちゃいましょう。前回の続きです。何をしたかと言いますと、ノンチートでトレバーがタイタンを盗んだんですね。ですけどタイタンをセーブできるのはフランクリンだけだったという事実が、というかそういう事実を思い出しちゃったので、今からタイタンを回収しに行きます。それでもって、そのフランクリンでもって回収したタイタンを格納庫にしまっておしまいっていう風にやりたい。やば。オッケー、急げ。よし。急いでトレバーの飛行場ですね。最短距離で行きたい。トレバーの飛行場、ここ。こう行って、で、タイタンをここに駐機させる。で、トレバーと入れ違いにフランクリンが乗り込んで、トレバーって言っちゃったよ。タキシード仮面。あと吹っ飛ぶなよ、頼むよ。オッケー。タキシード仮面と入れ替わりに、その、タイタンに乗り込んで、タイタンであんない?合ってんだっけ?まあいいや。合ってるでいいよ、もう。あら、タイタンって現金輸送車だっけ?違ったっけ?じゃあ、それはセインツローだよ。タイタンは。いいや、めんどくせ。まあ、大型輸送機に乗り込んで、取っちまおうっていう。何回行ったこれ。ブリーフィング何回目これ。何回か行った気がしたんだけど、今。まあ。ね。急げ。おいしょ。オッケー。あーってやばい。くそ。し。よし。オッケー。ゴールは近い。オッケー。よし。じゃあここで待機。ここに待機させて、車から降りた方がいいよね、これ。降りてバスの中入っとこう。で、タキシード仮面頼む、乗っててくれよ。おっしゃー、乗ってるね。バッバッ、な、な、だ、だ、え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 。ロードだよ、お前。バカ、な、な、何やってんの、お前。の、の、ほ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 。こらいかんでしょうよ。うまかないわな、これ。ヘリコ2台だべ?ヘリコ2つはきちいべ、これ。きちいべしろうですよ。もうちょっとスピード上がんない?ヘリコ吹っ切れないかな?あー、でもちょっと差は開いてる。オッケー。そのまままっすぐ飛べ。うーん、もうちょっと高度が上げたいな。まっすぐ飛んでほしいんだよな、でも。頼むぜ、カモン、ベイビー。おし、オッケー。差が広がってきた。このまままっすぐ飛べればいいんだけどな。そこにダムがあるんだな。オッケー。ここでもう一回、ワンモアセーブ。
これワンモアセーブね。で今ね一瞬後見つかりますね、これほら一瞬後見つかった。ただ OK、 もうすぐ見失う。あいつは意外と早いですから、タイタン。 OKOKOK。 今のうちにちょっと高度を上げときますね。カモン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 しか言ってないけどさ、カモン達夫かって。マジか。オッケー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 、来た来た。いやートレバー、トレバーじゃない、タキシード仮面だよね。頼むよお前、こっち来んな、こっち来んな、バカ、こっち来んな、バカ、こっちみんな変態、エッチ、スケッチ、ワンタッチ、おい来んなよ、来んなよ。オッケーオッケーオッケー。でちょっと右に、海に出よう。おいバカだから出てくんなって、お前バカー、おバカー、やめて。おおびくと、心臓に悪いよお前、心臓に悪いよお前。オッケー逃げ切った。よしこの状態でセーブ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 。もう後がめんどくさい。で着陸、駐機場、ここだね。機種上げろ機種上げろ機種上げろ、オッケー。ランニングギアもう出しちゃおう。ドンキこうか、オッケー。ここはね慎重に慎重に入っていきたいね。どこだ、あ、あれだあれだ、オッケー。頼む頼む、ちょっと遅すぎる。あらちょっとまずったかな、いけるかな、いたいたいた、 OK。 オッケー、はい見事なスリーポイントの着地、うん、3点着陸、スリーポイントランディングっつうのかな、わかんないけど。でちょっとここまで下がって降りたら消えないかな、まあ いや一応ここでセーブしとこう。またで降りとこう、じゃあ降りといて、よしフランクリン急げ。確か3分ぐらいで行けましたよね。3分で向かって2分で空港に行って1分で入れる。 OK。 ポテチ食ってんじゃねえこの野郎って食っててもいいじゃねえかってね。よし急げ、コナン君に変装してる時間はないんだ、うるせえバカよひでえな。よし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 、じゃ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 、ダッシュでダッシュでダッシュで、オッケー。よしうるさいラジオ、バッハーン。あっと特殊能力が使えないだぞ。
ッケーオッケーオッケーオッケー。あら、そっちじゃねえだろお前。どう行こうとしてんのよ。え、そっちじゃないでしょ、こっちでしょ。え、どうなってんのこれ。いや、こっちだよね。なんで後ろ刺してんのあいつ、バカなの。ね、あんたバカ、バカね、はい、わかった、バカね、バカなのねーと。はい、じゃ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 、行きましょう行きましょう。よいしょ、オッケー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 、パーン、よいしょ、よいしょ、うんふん、おし、オッケー、行け、オッケー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 、ダッシュダッシュダッシュ、曲がった道はまっすぐ行くためにあるんだ。なんだそれは何の意味もなしてない言葉だな今よ曲がった道はまっすぐ行くためにないからね、曲がっていくためにあるんだからね、曲がった道はおーしよしよしよし、おーし、いい子だいい子だいい子だ、よーし、オッケーオッケー、よし、じゃあいるかな。あ、あれそうじゃない、あれ、あれ飛行機じゃない、違うかな。いや、今私にはね、そういうような感じの物体が見えたんですよ。いや、岩か、あれ岩か、岩なのか、岩だ岩かよ。いや、でもそこに飛行機、飛行機取れば、取れば、ちょっと待って、取れば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 、あら、ないないない、おめえ何やってんだよハゲ、お前バカ、おっとおっとおっと、よかった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 、ごめんね、取ればちょっと疑っちゃったごめん、取ればいつの間にラジオ、オッケーオッケーオッケー、いいんだいいんだ、よっしゃ、じゃあ取ればお前邪魔だ、おいしょ、よし、すまん取れば、ただ取り返しに来るお前が邪魔だったんだ、分かってくれ、よし、ここでワンモアセーブ、ワンモアセーブ、ワンモアセーブして、カモンカモンカモン、あ、トレバーラリッタメール送ってきたねめっちゃ笑ってんじゃん、ハハハじゃねえよ、ペイマイホスピタルチャーチ、うるせえうるせえうるせえ、はいはい、飛んだからまたまたまた、うるせえうるせえうるせえ、飛んだからセーブ、まあ、病院代払いやがれってせんだな、はい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 、でもって、今度はここです、オッケー、確かフランクリンの格納庫にはね、これしまえるって情報があったんですよ、まあ調べたんですけど、タイタンって保存できるのかなって思って調べて、保存できるって書いてあったから今やったんですけどね、やった、なんかナポレオンフィッシュみたいだね顔が。疲れた、ひとまずここまで来れば安全でしょう、あとはね、いや一応もう一回セーブしとく、あとは綺麗にきっちり着陸して格納庫に収めればおしまいっていう。失礼。欲しかったんですよ、これが。これ、ビルの上乗れっかな。やめとこ。やめとこってか、やめろよっていう。
今までやってきたことをね台無しにする発言ですからね今のは。だって成功したの1回しかないですからね。あのしかも成功って言っていいのか分かんないけどさ、あれが取れてないパータンの、いやー、オッケー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 、おーとやばいやばい、ミスミスと、ここに休憩できたんだもん。じゃあメインの方に駐機しよう。駐機じゃない、着陸。メインなのかどうか分かんないけどな、こっちが。出てる？出てる？あ、出てねえじゃん。危ねえ。オッケー。わあ、いつ邪魔だよお前、あいつ邪魔だな。あれ何、飛行機置いてない、そこに。ちょっと待って、あの飛行機邪魔だ、はっきり言って。破壊してもいいんだけど、クズが残ってると嫌ですからね。オッケー。これでタイタンを収納できる。収納格納か。てかこれ格納でいいんですよね、これで。これでいいんですよね。違うのかな。いいんだよね。ちょっとずらす？こうした方がいい？はい！一応セーブ。はい！駐機できました！やったね！これセーブできんの？え、だってこれ、え、どういうこと？まあいいや。え、これでいいの？セーブって。これでいいの？わかんないけど。ポンって、え、だってリストにないよ。え、どういうこと？これ。いや、これセーブされたってことでいいのかな？ちゅうわけで、え、これでいいんでしょうか？いいんでしょうね。これで、ノンチーターの夢は叶ったかな、一つ。というわけで、今回はこれで終了したいと思います。では、次回もまた、サンアンドレアスで会いましょう。